はい、今回はですね、静岡県牧之原市菅ヶ谷にねいます。今からね、まあ相良のね、油田をね見に行きたいと思います。まあドクターストーンのね流水のねアニメにも出てきましたけどね、まあこんなところに私もね石油が出るとはね思いませんでしたんでね。でまあこの道はですね、まあ相良バイパスのね菅山インターのね西側にありますね。なんで菅山インターを西に行ったところのね道になりますね。まっすぐね曲がって西に行ったるとこの道に出ますんでね。するとですね、まあそろそろね看板が出てくると思いますけどね、そこを左折するとね相良油田にね行きます。ちょっとね逆光で分かりにくいんですけどね、一回止まりましょうか。この看板です。で行きます。まあ油田資料館とかね油田の里公園でもね、まあ検索してもらうと、まあ行きやすいと思います。この辺でしょうね。はいはい。あそこに看板がありますね。はい。相良油田石油港とね、あります。はい、じゃあね、ちょっと降りて行ってみましょうか。県指定文化財とね。じゃあこのね坂道をね登ってきます。ちょっとねなんか看板がありますんでちょっと見てみましょうか。ご迷惑をおかけします、油田裏小屋の修繕工事ですと。令和4年の12月28日までですんでね、時間帯が8時から17時ということでね、ちょっと修繕工事やってるようですね。まあ皆さん興味があった方はね、まあ28日以降に行った方がいいですね。なんでお正月休みとかね、お盆休みじゃないや年末年始のね休みですねとか、その後ですねの方がいいかもしれませんね。そうすれば工事が終わっている予定ですね。うん、この辺からちょっと石油の匂いがねしてきましたね。はい、じゃあねここにね何やらね案内看板がありますんでちょっとね見てみましょうかね。ちょっと逆光で見にくいですね。相良油田石油港県指定文化財昭和55年11月28日指定、所在地静岡県牧之原市菅谷2861-1と。遠隔相良油田は日本における太平洋側唯一の石油産地であると。明治5年1872年、村上正親によって発見された。翌6年石坂修造によって手掘り採掘が始められ、同年10月には機械による作成が行われた。最盛期は明治17年頃で、年産721.6kl の石油を産出した。また、手掘りの数も150口を数えた。括弧大正5年頃。相良油田最盛期の風景。括弧明治後期と。この油田港は、
昭和25年に開校された機械ホリーで現存する唯一のものである。深さは310メートルある。一大産業だった相良油田だが、産油量の減少により昭和30年頃廃止された。油田は第三期中世の相良層に存在する。この層は田岩、砂岩などが交互に積み重なっていると。まあ絵が描いてありますね、地層図とね、相良層のね。でまあ茶色いのが田岩で、青いのが砂岩ということですね。牧之原市教育委員会ということです。さあそれではね、油田坑の方をちょっと見てみましょうか。すごいね、石油というかね、オイリーな匂いがしますね。ですんでガソリンの匂いとかね、そういうのが苦手な人はちょっとねおすすめできないです。すごい匂いますね、石油の匂いというかね。はい、あちらがですね、油田裏小屋でしたかね。あそこの建物似てますね。油田の里公園のね、油田資料館ですかね。はい、じゃあちょっとアップしていきましょうか。ちょっと分かりにくいですかね。まあ近くまで行ったね、とあの絵がね、油田資料館のね画像がこれですね。写真撮ってきました。でまあここまで来るとですね、まあこれがねモチーフだというのがね分かりますよね。油田裏小屋でしたかな。はい、じゃああとですね、まあこちらがですね、まあ先ほどのね看板にあったですね、まあ油田坑を囲む藁のね建物と、まあモチーフにした時計がありますよね、油田坑のね。はい、まあそんな感じでしょうか。まあ興味がねある方はね、またね見に来てはいかがでしょうか。それでは今回の動画は以上になります。